ここでは接続詞の、導入のまとめと、そして問い接続詞について説明をしていきます。まず接続詞とは一体なぜあるのかという意義を前回確認したと思いますが、接続詞には言葉をつなぐという、ね、役割と、そして文をすっきりと、知的、いわゆる論理的にするという働きがありました。つまり、文と文の因果関係だったり、文と文の逆説関係、時系列、時の流れを示すような、そのような働きをすることができるのが接続詞でした。この動画ではですね、この左側にある十分、すなわち遠い接続詞という言葉を用いた、表現、接続詞を学習しますが、遠いという名前の通り、並べるものが対等の関係だね、同じ重さのものを並べたり、するような接続詞のことを遠い接続詞と言いますが、もう6種類だけです。この and, or, but, so, for, nor、ね、この6個の種類を個別で見ていきましょう。それでは次の516ページです。まず and からいきましょうか。例文1つ目。Don't worry, Meg and I are getting along。 この and ですが、この and の働きは、メグと私っていうのはうまくやってるよというふうに、このメグと私を並べてますよね。こんなふうに並べるのを並列と言ったりしますが、A and B ね、こういうふうに並べることができます。ちなみに今は2社ですが、これを3つ以上並べたいときには A、B、and C というふうに最後のところに and をつけてください。2つ目の部分、この黄色マーカーした1個上行こうか。 The door opened and he came in。 ドアが開いて彼が入ってきた。なんか時間がこう左から右にとこう順番に流れてるよね。いわゆる国語で習った順接というやつですね。左から右へとこう読み流していけばいいです。そして3つ目がこの上の例文に戻ります。 Take this medicine and you'll feel much better。 この and 使われ方として、今日は今度は命令文と使ってますね。この薬を飲みなさい、気分が良くなるよというふうに使ってます。日本語にすると、そうすればなんというふうに今訳されていますが、大事なポイントは、ここですね。この薬を飲みなさい、良くなるよっていうところの後ろに来る部分が、いい情報が来てるんだよということよね。ですから、そうすればと訳してしまうといいと思います。ここまでが and。さあ、次は or に行きましょう。or というと、Which do you like better, tea or coffee? みたいによく聞くと思いますが、その通り、例文見ましょう。I'll take it. Thank you. Will you pay in cash or by credit card? この or は、左と右の現金で払うのか、クレジットカードで払うのかという、どっちかのこう選択を、させるような表現ですよね。ですから、A or B で選択。A か B か、あるいはみたいな、こんな表現でしょうか。これが一つ目の働きです。二つ目の働きは、ちょっと下に行ってください。さらに進んでのこの文。この部分ですね。A or B で A、すなわち B という意味になることがある。どういうことか。ちょっと例文見てください。She majors in botany or the study of plants。さあ、major だから専攻するんですけど、このボタニーという単語を知らなかった場合、データベースで勉強してる子はもうみんな知ってると思うんだけど、知らなかった時のために、後ろですなわちと言い換えてくれてるんだね。The study of plants。 植物の学問、つまり植物学だなということがこれでわかると思います。このように A は B で A、すなわち B というふうに、難しい言葉を A に置いて、簡単な表現を B に置くような形で言い換えることができます。そして3つ目が、また戻りますが、ここです。 Get more exercise or you will put on weight。 命令文と使ってますね。運動しなさい、そうしないと体重が増えますよというふうに、命令文と使うと、そうしないとというふうに表すことができます。もちろん今度はさっきの and と違って、後ろにこの来る or の後ろに来るものはネガティブな情報だよね。体重が増えちゃうというのは一般的には良くない情報ですよね。ここまで or でした。では続いて but に行きます。バットはもう皆さん知ってる通りだと思いますが、最初の文。Traffic was heavy, but I got there earlier than I expected。交通量が重かった。つまり、交通量が多かったわけだね。混んでたわけだ。でも私は
思ってたよりも早くそこに着くことができました。普通混んでたら遅れるよね、だけどもっていうふうに逆説で表現するわけですね、まあ、しかしなんて言ったりします。はい、そしてこのバットを使った大事な表現として入れてほしいのが次の文。 This bicycle is not mine, but Ben's、この自転車は私のじゃなくて Ben のだよ。 Not A, but B という形で A ではなくて B なんだってなるわけですね。これ初めから This bicycle was Ben's と言えばいいじゃないですか。でもそうじゃなくて私のじゃないんだよってこともやはり、ね、言いたいわけで、こうやって Not A, but B の表現があります。はい、続いて So と For セットでいきましょう。はい、右側の例文です。 I had a big lunch, so let me have a light dinner tonight、ご飯を昼ご飯たくさん食べた、夕飯は軽くしてほしい、ね、軽くしたいってことよね。さあ、そうするとこの So の後ろに来てる文、これはこの夕飯を食べたっていう理由に対する結論になってるよね。つまり So というのは結論を表す言い方になります。なので日本語ではそれでとかだからといった表現になります。はい、そして一方 for なんですが、次です。 He cannot have committed the robbery for he has a perfect alibi。 はい、この for のところなんですが、今度は後ろは彼は完璧なアリバイがあるって言ってますが、その前の文、彼は、強盗をしたはずがない、助動詞 PP で過去の推量です。したはずがない、さあアリバイがある、この2つの文の関係はというと、4の後ろは今度は理由になってますよね。犯罪をしたはずがない、なぜならアリバイがあるからですというふうに理由を言うことができます。ただしこの for というのは because と違って先頭に持ってくることはできません。こうやって持ってくることはできませんので気をつけましょう。後で付け足すような形で理由を述べることができます。はい、この動画最後のポイント、Noah に行きたいと思います。はい、例文見ましょう。 Nancy is not an early riser, nor am I。 ナンシーは、早起きな人ではない、そして私も僕もだと言ってるわけですね。はい、つまりこの nor っていうのは否定文と共に使います。そして A でもないし B でもないというふうにどっちも否定する表現になるんだね。まあ nor というのが not or の合成語になってる、ね、だから否定の言葉だなということが浮かぶと思います。はい、そしてもう一つポイントはこの Nancy is not an early riser、 次 nor am I という形、なんかここの語順が逆になってるイメージがありませんか。そう、すなわち統治が起きてます。統治というのは疑問文の語順になるんだよということを意識しましょう。ですから今 B 動詞ですが、一般動詞の場合はこんな感じ。 I don't like that team, nor does my father。 こんな風に、本当は my father likes とかなんですが、これを疑問文にするから does my father like ってなるよね。そういう風にして疑問文の語順にしてください。はい、さあここまで、今日は問い接続詞を学習しました。次のですね520ページの上のところにチェックというところがあります。4問パッともう口頭でいいです。自分で、回答を読んでみてください。そしてブレイクスルーの巻末に回答がありますから、別冊ですね、別冊のテキストに回答がありますよね、青いやつ、そこを使って答え合わせをして今日の学習の締めをしてください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。 Thank you for watching.